ポタワトミー軍は、アメリカ合衆国カンザス州の北東部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は21,604人であり、2000年の18,209人から18.6%増加した。軍庁所在地は、ウェストノアランド市であり、同軍で、人口最大の都市は、ウォーミゴー市である。軍名は、 ポタワトミー族インディアンから取られているポタワトミー軍は大リーグ、ギアリーグと共にマインハッタン大都市圏を構成している2009年推計の都市圏人口は123,086人であるポタワトミー軍出身の中には元世界ヘビー級チャンピオンのボクサージェス・ウィラードや自動車会社経営者ウォルター・クライスラーがいるポタワトミー軍は 1857年にカンザス準守議会によって元はライリー軍にあった領域が分離して設立された。現在の軍庁所在地であるウェストモアランドは1882年に行われた住民投票で選定された。ポタワトミー軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが1986年にカンザス州憲法が修正され、 住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は862.07平方マイルであり、このうち陸地は844.24平方マイル。 水域は17.83平方マイルで、水域率は2.07%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。隣接するライリー軍の軍庁所在地マンハッタン市の小部分が軍内に入っている。タトルクリーク湖が造成される前はガリソンの町が、 軍内中央部西にあった。ポタワトミー軍は23の軍区に分けられている。マンハッタン市は政治的に独立とはみなされ、下記軍区の数字からは外されている。過表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。